ネズミゴチ、レポミーシネス・リチャードソンブは、スズキモクネズッポアモクネズッポカに分類される魚類。日本を含む東アジア沿岸域に分布するウギの、コチの一種で、食用にもなる。地方名で、メゴチと呼ばれることが多いが、カサゴモクコチカに属するメゴチとは別種である。分布域は、日本海側は、北海道南部以南、太平洋側は、宮城県以南とされ、後海、東、 シナ海、南シナ海まで広く分布する。水深20メートル以前の内湾の砂底に生息し、春から夏にかけては、砂浜海岸の濃く浅いところにもやってくるが、冬はやや深場に移る。全長20センチメートル前後。体は上から押し潰されたように左右に平たく、エラの部分が最も幅広い。頭は三角形に前方に尖り、目は背面に、 半球型に飛び出る。口は小さく、下向きに開く。一体のエラ穴は、他の魚のように裂けず、小さな丸い穴となって、背中側に開く。また、エラ穴の横には太い棘が一体ある。左右の棘は向かい合うように内側にこう描き、内側には数個の歯もある。体表は粘液に覆われ、鱗は、ごく小さい。背中側は褐色をしているが、これは、 近くで見ると白、黄色、褐色などの細かいまだら模様からなっている。複側は白色だが、尾びれの下半分は黒っぽい。第一背びれは四トゲ状、第二背びれは九から十何状、尻びれは九何状。オスとメスでは、オスの方が体が大きい。また、生体のオスの第一背びれは、円が黒く、メスと赤いオスは白く縁取られた黒い反転が一つある。 ことでも区別できる。腹を海底につけて生活する、低制魚で、ハゼ類と同様を主に胸びれを使って泳ぐ。食性は肉食性で、貝類、多毛類、甲殻類などの小型訂正生物を捕食する。マゴチやメゴチなどのコチカ魚類は大きな口で獲物に飛びかかるが、ネズミゴチを含むネズッポカ魚類は下方に、スポイト状に突出する小さな口で獲物を吸い込む。 産卵期は春と秋で、この時期の夕方には、オスとメスが2匹並んで海面に浮き上がって泳ぎながら、産卵する様子が見られる。卵は、浮気性卵で、稚魚もしばらく浮遊生活を送るが、やがて海底で生活するようになる。寿命は2から3年ほどと見られる。釣りで、よく漁獲される。ネズミゴチを目当てに釣る人は少ないが、騎士と生息域が重なっているので、 キス釣りではよく釣り上がる下道の魚として知られている。ただし体表は、粘液が多く、エラ穴の横に棘もあるので素手では扱えない。また、釣り針を飲んでしまうことも多いので、タオルや針外しを用意しておくのが望ましい。キスは釣り上げられるとすぐに死んでしまうことが多いが、根ズっぽ類はかなりの時間生きている。頭と内臓を落とした後に料理する。 太表の粘液は塩を振ってこすると取れるので、あとは水洗いすると良い。肉は歯ごたえのある白身で天ぷら、唐揚げ、刺身などで食べられる。目ごじのど喉さり、ぬめりごち、粘、ね、りごち、ガッチョ、てんこち、よだごち、ごっぱばなど、ねずっぽかの魚類は互いによく似て同定が困難な種が多いため、1980年代後半、ねずっぽかの分類研究者、 中棒を通る次が、生物海洋学の専門研究者向けの科学雑誌、海洋と生物に、絵解きの検索図説記事を連載した。通常の生物の検索表は、その分類群の専門の分類学者以外には、難解で多くの生物学研究者にすら使用に、多大な努力を要するものが多い中で、この絵解き方式の検索表は、その使用の容易さで、 多くの魚類研究者の間で大いに好評を博した。このことがきっかけとなり、日本産の魚類全種に、このエトキ検索方式を適用した、童貞用の専門書を出版することを望む声が、日本の魚類研究者の間で高まった。そして、ついには、東海大学出版会で、日本近海及び陸水に生息する魚類の核、分類群を研究する。 秋人条項を含む日本のほとんどの魚類分類学者を網羅した執筆人により、この方式による分類検索図説、日本産魚類検索全種の童貞が出版されるに至った。その後、このスタイルもしくは類似した方法を用いた分類検索図説方式の分類学専門書籍が東海大学出版会を中心として、 様々な生物群で出版されるに至っている。フロス、ライナーポーリ、ダニエル、エズ、カリオニマス・リチャード・ソン・ブイン・フィッシュ・ブイス、エイプリル2006バージョン、AB、大阪湾の魚図鑑、ネズミ持ち、大阪府立環境農林水産総合研究所、2018年4月19日閲覧、ありがとうございます。